アルダトゥランはトルコイスタンブール出身のサッカー選手。ガラタサライ SK 所属。トルコ代表。ポジションはミッドフィールダー。2000年からトルコのガラタサライのユースに所属し、2005年にトップチームに昇格した。その年、マニサスポルにレンタル移籍した。2006から07シーズンにはガラタサライに戻り、トップチームでプレーした。 2008年にトルコスーパーカップ、トルコシュペルリガの2冠を達成し、自身もリーグ年間最優秀選手賞も獲得した。2009から10シーズンからキャプテンを任され、背番号は66番から10番に変更した。アトレティコマドリードでのアルダトゥラン2011年8月9日、アトレティコマドリード2200万ユーロの遺跡金と、ボーナスで加入することが発表された。 2011年8月28日のオサスナ戦でリーガデビューを果たし後半から出場した9月15日のセルティック戦で UEFA ヨーロッパリーグデビューを果たし先発出場してゴールをアシストした9月18日には再びスタメンに選ばれ2アシストを記録した10月25日かラタサライさらいのうなるアイサル会長は ガラタサライとアトレティコの間で交わされた第一拒否権に基づき、トゥランが将来的にガラタサライに戻ってくることを、リグ TV のインタビューで明かした。11月30日、ヨーロッパリーグのセルティック戦で、アトレティコの初ゴールを強烈なボレーで決めた。12月11日には、ボックスの外からドリブルでゴールを決めて、リーガ初ゴールを決めた。 2012年4月22日、アトレティコはエスパニョールを3から1で破り、トゥランは2分間で2ゴールを決め、リーグ戦では7位に浮上し、マラガとの勝ち点差は3に縮まった。2012から13シーズン前に、背番号が11から10に変更された。アトレティコの開幕戦、レバンテとの1から1の対戦では、長距離シュートを放って、シーズンをスタートさせた。 2012年の UEFA スーパーカップでは、チャンピオンズリーグを制したチェルシーと対戦し、ファルカオの3点目のゴールをアシストして4から1の勝利を収めた。2013から14シーズン、チャンピオンズリーグ第一戦のゼニと、サンクトペテルブルク戦とポルト戦の2試合では、アトレッティコの勝利に貢献し、それぞれの試合でゴールを決めた。 2014年4月30日には、チャンピオンズリーグ準決勝のチェルシー戦で3-1のアウェー勝利のラストゴールを決め、アトレティコを1974年以来の決勝進出へと導いた。リーグ戦では32試合に出場。引き分け以上で、リーガ優勝が決まる。最終節、カンプノーでのバルセロナ戦、前半17分に負傷交代したジエゴ・コスタに、続いて、 23分に負傷交代を余儀なくされる。泣きながら、ベンチに戻っていったが、チームは、ディエゴ・ゴディンの得点優勝を決め、チームメイトと共に、笑顔で、タイトル獲得を祝った。リーガ優勝パレードでのアルダトゥランと、チームメイトたち2014年10月1日、2014から15、チャンピオンズリーグのグループステージで、ユベントス戦では、 この試合で唯一のゴールを決めた。2015年1月28日、コパデルレー準々決勝ファーストレグのバルセロナ戦の47分、イヴァン・ラキティッチのファールを取られなかったことに苛立ち、腹心の方向にシューズを投げつけた。しかし、このことで罰則が下されることはなかった。2015年7月6日、バルセロナに移籍することを発表した。 遺跡金は3400万ユーロに700万ユーロのボーナスがついており5年契約を結んだ当時バルセロナに入団した選手において史上8番が目に遺跡金が高い選手となったなおバルセロナは補強禁止処分を受けているため選手登録は2016年の1月からとなった2016年1月に正式に登録背番号は7番 9日のグラナダ戦で移籍後初アシスト、3月3日のラーヨバジェカーの戦で初ゴールを記録。2016から17シーズン、スーペルコパでエスパーニャのセビージャ戦では2戦、合計2ゴール1アシストを記録し、タイトル獲得に貢献した。12月6日のチャンピオンズリーグ、ボルシア・メンヒエングラートバッハ戦では、ハットトリックを達成した。 イスタンブールバシャクシェヒル2018年1月13日、イスタンブールバシャクシェヒルに、シーズンの残りとその後の2シーズンの期限付き一席で、加入。2018年5月4日のスイバススポリュ戦で、判定に不満を持ち、腹心に詰め寄り、罵声を浴びせ、両手で腹心を強く押したことにより退場処分となった。この行為により、 トルコサッカー協会より16試合の出場停止処分を受けた。この出場停止処分はトルコリーグ史上最長の処分となった。2020年1月7日、レンタル契約を解消したことが発表され、バルセロナに復帰した。6月30日、復帰後選手登録されないまま、バルセロナを契約満了で退団した。2020年8月5日、 ガラタサライに復帰することが発表された。2020年11月9日、スイバススポル戦で2018年4月20日のカイセリスポル戦以来となる933日ぶりにゴールを決めた。トルコ代表として各年代でプレイし U-19 代表の時はキャプテンも務めた経験がある。ユーロ2008ではミラクルターキーの中心選手として チームをベスト4進出に導いた。ガラタサラ・やトレティコ・マドリード・バルセロナ個人バルサが、エイトランを獲得、会長戦後の20日まで返却できる条項も、サッカーキング2015年7月7日新加入、エイトランは、約46億円で8番目、バルサ遺跡金ランク1位は、サッカーキング2015年7月10日、 アルダトゥランのレンタル遺跡で、イスタンブールバシャクシェヒルトゴーイ FC、バルセロナ公式ウェブサイト2018年1月13日、元バルセロナのトゥラン、トルコ史上最長となる16試合出場停止、国内リーグで腹心に傍挙。ゴールドットコム。 http://www.gold.com/.jp/.e3%83%8 バイト,ト %e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bqe5%85%83% E3% 83% 90%E3% 83%AB%E3% 82%B5%E3% 81%AE%E3% 83%,、A B e 82 e 81 A e、83 88% E3%82%A5%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%B3%E5%8 回パーセント B2%E4%B8%8A%E6%9C%80%E9%95%B7%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8 倍と16% E8%A9%A6%E5%90%88%E5%87%BA%E5%A0%B4%E5%81%QC%E6%AD%A2% E5%9 バイト,ト %BD%E5%86%85%E3%83%A%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%81% A7%E5%89%AF%E5%AF%A9%E3%81%AB%E6%9A%B4%E6%8C%9999、e、スズボ 4PQGL1A1 トン 17S302HX2018 年5月26日閲覧 アルダトゥランに16試合の出場停止処分。リーグ史上最長。アフップブニュース。http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ31742202018年5月26日閲覧。カムオユヌビルジェレンディム。エスタンブルボチャクシャーヒアフットボールカルブー2020年1月8日閲覧。 お騒がせアルダトゥランバルサとの契約が、ついに終了。スポーツ日本。2020年7月11日閲覧。CO、リミテッド、フラムアン、今季バルサで公式戦。出場例、MF アルダが9年ぶりに、フルスガラタサライに復帰。サッカーキング。2020年8月5日閲覧。トラス933ディアスボルビオ A、マルカーレアルダツラン。 ムンド・デポルティボ。2020年11月9日閲覧。約束通りマル坊主のあるだ。人生最高の瞬間。ゴールドット・コム。2013年5月23日閲覧。トゥランに執行猶予付き判決。人気歌手との暴行事件トルコ。www.afpbb.com。2020年8月5日閲覧。ありがとうございます。